はい、今日はですねこちらダイソーで購入しましたテープライトを紹介したいと思います。はい、こちらなんですけれども、中身はねこの本体とリモコン、そしてまあ受信機というようなものがついておりまして、まあこの電池はついてないので、別でね購入する必要があります。リモコンの中にこの電池を入れるために購入しました。でこれが本体になります。 RGB、まあ、レッド、グリーン、ブルーっていう LED がついております。でこちらが受信機になっておりまして、だいたい何本ぐらいかな、50センチぐらいかな、比較的長かったと思いますね。でカプラーがありますので、まあ、これをきっちりと向き合わせて取り付けて完成で、電源自体は USB で拾いますので、携帯のねアダプターとかから拾ったり、するといいんじゃないかなと思います。でつけるとこんな感じで光るんですね。これがいい感じで。で、プログラム、なんかフラッシュとかストロボ、フェード、スムースとかあったりするんですけども、なんかね、フラッシュとストロボとスムースとフェードの違いがよくわからなかったんですけども、まあ、要は、今はこのね、発色のスピードを遅めたり早めたりとかします。これ、だんだん早くなっていきます。早くなって、ストロボ風になって、でこのフェードと言われる徐々に色味が変わるっていうようなタイプもあって、あんまりねよくわからないですよね。で間接照明がいいかなと思ったので、一旦ちょっとね机の側面に貼って、電気を消してみるとこんな感じです。これがね白になってまして、赤色。で徐々に明るさをね今ちょっとね小さくしてってるような状態になってます。本当にねビビったる調整幅になるんですね。ちょっとって感じ でだんだん明るくしていってるっていうような感じになります。で今度はグリーン、ブルーで、いろんなねボタンの色を押しております。こんな感じの間接照明具合になっています。はい。でですね、もともと僕ね、このピンクの、ダイソーで購入した LED テープをディスプレイの裏に貼ってたんですけども、この明るさがね、これぐらいになりまして、で、今回購入したテープがこれぐらい。でなんか暗いなぁと思ってね、まぁ、ちょっとディスプレイの裏に貼ってみたんですけども、まぁ、こうするとまぁ、そう暗くもないのかなぁみたいな、色味的なもので明るさの感じ方が変わるのかなぁというふうな感じになりましたね。こんな感じでゲーミングベアの雰囲気をたった550円で、味わえるっていうのはまあいいんじゃないかなと思いました。はい、こちらがテープライトになります。まあ何かの参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。